間は儚く弱い生き物である。人や物あるいは思いが何かの支えに必要なのである。もしそれらを手放すことができたら、僕たちは自分の心を自立させて忠実に生きることができるのだろうか。調子いいんだ。冬は2年主体だし、メンバー選ばれるんじゃない？そうかな。夏目の桜に言われたら信じるしかないじゃん。2年で唯一メンバー入りしてるし。いや、奈々ちゃんもじゃん。でも正規メンバーは桜だけだよ。確かに去年の冬に入部してからすごい頑張ったし嬉しい。あ、それ今 CM で流れてるやつじゃん。売り切れでミヨン買えなかったの。なんだ、なんかおすすめって書いてあって適当に買ったやつなの。知らずに買ったの。それすごいんだよ。みんな欲しくてどこも売り切れなの。あ、人気の香りとか。そのシートの最後の1枚を好きな人に使ってもらうとずーっと一緒にいられるって言われてるの。だからみんな欲しがってるの。ふーんって何よ、興味ない感じ？だってそんなの信じないでしょ。買わせるための企業戦略じゃない？違うよ、この学校で言われてることなの。これで付き合った人何人もいるんだよ。あ、B 組の子もこの前付き合ったんだって。それは良かったもので。さくらもいつかお世話になるかもしれないよ。だって佐藤くんのこと好きでしょ。ミヨンが知らないはずないよ。親友だよ。ずっと佐藤くんのこと目で追ってんの気づかないはずないよ。試しに使ってみたら付き合えるかもしれないよ。はい、休憩終わりね。じゃあ今からね、大会も近いからそれに見合った練習試合をね、行っていこうと思うね。はい、そこね、何話してんの。時計もう10分過ぎた。休憩終わったよ。昨日言った通りね、基礎の技術、レシーブ、トス、サーブ、これ以外もコートの連携、全部そういう行動にかかってるんだね。いいね。はい、やるよ。準備。最後の1枚を使うとずっと一緒にいられる。そんなの都市伝説だよ。どうしよう、声かけるべき。でもいきなりすぎる。でも同じクラスだし喋ったこともあるし、声かけない方がおかしい。橋本さん。イヤホン。部活帰り？バレー部だっけ。夏の大会近いからもう先輩たちも気合入っちゃって大変なの。そっか、頑張ってね。ありがとう。佐藤くんは何読んでるの？これ、これ今度やる映画の原作だ。みんな見に行くって言ってたよ。そう、映画で見るとき必ず予習しておきたいんだよね。本じゃないと分かんない表現とか設定があるじゃん。分かる、私も映画の原作とか読んでから見たいの。そうなんだ。あ、それじゃあ帰らないと。じゃあね。お疲れ。佐藤くんを図書館で見かけた？そうなの。誰にも言わないでね。
で、どうだったの？映画の話をしたの。あ、佐藤くんも見に行くって。え、じゃあ誘えばいいじゃん。チャンスだよ。誘う？デートってこと？いや、また誘うのは早いよ。なこと言ってたらいつまでかってもこのままだよ。あ、じゃあ代わりにミヤが誘っちゃうからー。ダメー。だったらさくらが誘いな。大丈夫だって。公開まであと2週間あるんだし、ゆっくりそのことを考えればいいよ。あれ？あれ？ペン忘れた！先行ってて！映画？デート？ねえ、ん？最近あいつうざくない？え、ほんとだよね。スタメンだからって調子乗ってる。ねえ、ねえねえ、ん？ちょっと意地悪しない？え？それはさくらさんかわいそうじゃない？ね、そうだね何しようかな。さくら、どうしたの？シューズ忘れちゃったみたいで。あれ？でも教室には持ってきてなかった？うん、絶対持ってきたはずなのにないの。もうちょっとちゃんと探そう。はい、バレー部のみんな集合。はい、じゃあ今日も今日とね、大会の練習をやっていこうと思うんだけどね、メンバーはみんな集まってるかな？すみません、私シューズ忘れてしまって。ああ、え、困ったな。いや、今日も大会の練習もっと深くやりたかったんだけどね。さくらが忘れちゃったら練習ができないな。あの、すみません、私がやってもいいですか？補欠なので出番はありませんが、万が一のことを考えて練習させてください。よし、じゃあ今日のところは、奈良にね、やってもらおうかな。はい。じゃあさくらね、明日は忘れないように気をつけてね。はい、ね、すみません。はい、じゃあメンバー以外の人も集まってコートで練習始めるよ。はいはい、時計見て時計見て。はい、今日はできないから向こうにいるね。頑張って。こんなのおかしいよ、先輩に言おう。でも別に奈々ちゃんたちがやったってわけじゃないんだし、証拠もないでしょ。でもあれは確信犯じゃん。それにミオを知ってる。ナナがメンバーに選ばれなかったこと気にしてるの。だから邪魔してるんだよ。唯一2年でサクラがメンバーに選ばれたから。そっか。ねえねえ、サクラちん、あれ靴ないの？かわいそう。でも倉庫に予備の靴があるかもしれないよ。探したらあるかも。行こうサクラ。うん、なんでシューズの場所あいつに教えるのよ。だってさくらの悲しんでるところが見たいんでしょ。ふーん、あんたが珍しいじゃん。そうかな。失礼しますって。あれ、タクヤ何してんの？ん、なあ、ミオ、備品のチェックしてたんだよ。まったく、生徒会だからって雑用させすぎなんだよ、先生は。大変だね。でも、いいことしたらきっと神様が見てくれてるはずだから。そうかもな。ところで、何か探してるの？うん、ちょっとね。何かあったの？まあ、女子のことで。女って怖いんだよって言うよな。俺は仲良くすればいいのにって思う。タクヤって察しいよね。タクヤはどう思う？そういう女の醜い争いは。俺にはよくわかんねえ。でもお互いに叶えたい意思とかあるんじゃん。話し合いがまともにできないからこそそういうことになるんじゃないかな。
ミオンはみんなと仲良くしたいし、でもさくらを守りたい。どうしたらいいかな。いいんじゃない、ミオンはさくらを守りたいんでしょ。誰かのために行動できる人って俺好きだよ。そっか。あった。ひどい、ボロボロじゃん。これじゃ使えないよ、新しいの買わなきゃ。ミオンのやつ使って練習出て。ダメだよ、ミオンが練習できない。今日は大会の練習なの、さくらがいなきゃダメなの。でもいいから、ミオンは応援してる、恋愛もバレエも。さくらの親友なんだから、ほら行って、試合始まっちゃうよ。ありがとう。優しいんだな。悪い？いいよ、いいことだと思う。神様も見てるんじゃない？そうだね。ああ、じゃあ俺終わったから先行くわ。うん、またね。バイバイ。くんじゃん、また読んでるの？うん、もうすぐ読み終わる。全部読むなら買っちゃえば。買ったよ、だいぶ前に。そうなんだ、やっぱり面白い？うん、映像で見られるの楽しみ。じゃあ、私と一緒に行かない？橋本さんと？うん、私も行きたいと思ってたし。あ、佐藤くんがよかったら。ダメかな。いいよ。よかった。じゃあ今度の土曜日に駅前の映画館集合で。了解。じゃあね。橋本さん。はい。その、さくらさんって呼んでもいい？ああ、全然大丈夫。ああ、私もみのるくんでいいかな。うん、いいよ。じゃあみのるくん、またね。うん、またね。ミノルくんと映画が夢みたい。ああ、緊張して汗かいてきちゃった。あと一枚。嬉しそうなの？だって今日の購買はメロンパンなんだもん。ミオン好きだよね。だってさくらとの思い出のメロンパンなんだもん。転校初日にミオンがおすすめしてくれたんだよね。ここのメロンパンすっごい美味しいよ、おすすめって。そうそう、また一緒に食べようよ。私は挨拶するチョココロネがあるから。ゴー。 あんなやつほっとこう。うん、でも私めげないから、奈々ちゃんに負けない。さ、ご飯食べよう。さくら。何？ううん、なんでもない。それより佐藤くんと最近どうなのよ。実は昨日映画行く約束した。え、嘘、どうだったの？オッケーだって。しかも今みのるくんって呼ぶ。やったじゃん。あとは告白すればいいだけ。早いよ。んなことないよ、善は急げ。最後のシートの1枚渡せば確実だよ。生徒のみんな知ってるんだから。なことしてたら代わりにミヨンが誘っちゃうぞ。ちょっとダメだって。ああ、先生の手伝い行かなきゃいけないんだった。行ってくるね。バイバイ。さくらが来て半年か、懐かしいな、あの頃は。拓也くん、ちょうどよかった。今日の放課後って時間あったりする？どうした、顔色悪いぞ。うん、全然元気だよ。そうか、無理だけはすんなよ。うん、ありがとう。あ、今日の放課後暇だよ。マジで、あのさ、橋本さんの学校案内にすることになったんだけど、せ
生徒会の雑用を押し付けられちゃって、俺の代わりにお願いしてもいいかな。うん、もちろん。サンキュー、悪いな。あ、今度なんかおごるから。じゃあ、頼んだ。橋本さんか、話したことないからな。うまく喋れるかな。柏木さんですよね。学校案内してくださる。はい、柏木美音です。よろしくお願いします。ここ購買あるんですね。メロンパン美味しそう。ここのメロンパンすごく人気なんですよ。柏木さんも好きなんですか？はい、大好きです。美味しい、すごくおすすめ。やっと笑顔になった。え、ずっと暗い顔してて、もしかして嫌かなって思ってたんです。そんなことないです。あ、でも最近学校があまり楽しくなくて。じゃあ私と学校の楽しい思い出いっぱい作りませんか？え、あ、柏木さんがよかったらなんだけど。でも柏木さんだと堅苦しいか。じゃあ名前で。確かミヨンです。そうそう、ミヨン可愛いよね。素敵だと思う。私もさくらって呼んでほしいな。うん、さくら、よろしくね。よろしくね。ありがとう。あなたのおかげで自分の名前が大好きになった。こんな私と一緒にいてくれてすっごく嬉しかったよ。さくらはミヨンと違って優しいし、勇気があって可愛いし、到底ミヨンにはかなわないよ。でも私もけじめをつけなくちゃ。さくらの勇気、ミヨンにちょっとだけちょうだい。ねえ、今日もあいつうざかったよね。いや、そうだよね。今日もゼッケンなくてね、焦ってたしね。ね、マジウケるんだけど、あの顔。そろそろ先生もメンバー外してくれないかな。見てて見ててね、よ。あーね、今日さくらさんね、え、シューズ忘れてたの。あー、そんなに忘れ物をするさくらさんは、ね、メンバーから外します。どう、似てる。似てる、超ウケるんだけど。あれれ、何しに来たのかな。さくらのシューズとゼッケン隠したでしょ。そんなの知らないよ。忘れたんじゃなくて。私知ってる。ナナがメンバーに選ばれなかったこと嫉妬してるの。だったら何、私がやったって証拠。言いがかりつけるのやめてくれる。シューズの指紋鑑定すればあんたの指紋が出てくるはずよ。私とパパ警察だから。やってみなさいよ。私がやったわけじゃないし。最低。他の人にやらしといて、あんたは高みの見物？本当に性格終わってる。だってそうでしょ。私の方がバレエ上手いのに、どうして途中から来たあいつがメンバーに選ばれて。ありえないでしょ。そうだよ、ナナちゃんの方が上手なのに。たくさん練習してるのに、連呼とレジって知らないの？さくらは頑張ってる。1年の頃からずっと頑張って練習してた。神様は見てる。努力してる人が報われるように。うるさいな。いい子ちゃんぶってんじゃねえよ、下手くそ。てめえはあいつがいないと何もできないくせに。だからってさくらをいじめるの違うでしょ。うるさい、何も知らないくせに。私だってまたテスト1位取れなかったの。この間も2位だったじゃない。お兄ちゃんはいつも1位だったのに、どうしてこんなに差が出ちゃうんだろうね。ごめんなさいママ、次はちゃんとするから。口で言っても聞かない子は体に教えるしかないの。叩いて直さなきゃ。不良品はいらないの。次で最後だから。私も頑張ってるのに。前回も今回もレイナが1位。あいつさえいなければ。なんであの2人が
私の方が拓也のこと好きなのに、小さい頃からずっと好きなのに、たくさん努力してるのに私だけうまくいかない。どうしてみんな私の邪魔をするの？私はこの方法しか知らない。私の嫌なことするやつはこうするしかないの。叩いて直さなきゃ。ナナ、じゃあなんで私がいじめられなきゃいけなかったの？拓也は私の幼馴染なのに、どうして10年も一緒にいる私じゃなくてお前なんだよ。だからってさくらもいじめられなきゃいけない？あいつだって私の方が先にバレエ始めたのに。いいよね、才能のあるやつは。だからってそんな理由でいじめていい理由にはならない。うるさいうるさい、あいつの後ろに隠れることしかできないくせに。そうだよ、さくらがいじめられても何もできなかった。一年の頃お前らにいじめられてきたから。だけど私はさくらを守る。もうお前なんて怖くない。うるさい、正義のゆくちゃんぶりやがって。あの時本当に死ねばよかったのに。何してんだよ拓也。お前たち何やってんだよ。暴力行為なんて見過ごせるわけないだろう。何よ、生徒会の雑用係が出しゃばって。ナナ行こう、やばいって。このことはしっかり先生に報告するからな。ナナ、何よ偉そうに。大丈夫？こいつが生徒会室に来て教えてくれたんだ。ごめんなさい、私ナナが怖くて。あんたナナの取り巻きだったじゃない。うん、私中学の時ナナにいじめられてたの。でもナナのお願い聞いたらいじめられなくなったんだ。本当はさくらのこといじめたくなかったけど、ナナが怖くて逆らえなかった。いじめられた人の気持ちが分かるのに。シューズとゼッケンを隠したのは私なの。ごめんなさい。そっか、もうしない？しない、約束する。本当にごめんなさい。謝るのはミヨンじゃないよ。後でさくらにちゃんと謝ってね。保健室で手当てしてもらおう。手すり傷できてる。立てる。ありがとう。保健室に怪我人が来るって伝えといてくれない？あの先生絶対サッカー部見てるから。わかった。やっぱり神様は見てるね。そうかもな。ねえ拓也。何？痛い？歩けない？あの、汗かいてる。走ってきたんでしょ？使う？いや、大丈夫。俺、自分の持ってるし。そっか。ごめん。ナナ。何？ナナ言ってたじゃん、私はこのやり方しか知らないって。うん、もしかしてそれってあの厳しすぎるお母さんから？そう。ごめんね、ナナのためなら何をしていいと思ってたんだ。友達だから。でもダメなものはダメって言えばよかった。うん。あ、でもこれからは僕がいろんなことしてあげる。嫌なことがあった時の対処方法とか、ストレスの発散方法。本当のナナが優しい子だって僕は知ってるよ。なんで私のどこが？僕が数学わかんないって言ったら教えてくれたし、拓也くんに可愛いって思われたいから頑張って可愛いの研究したりとか。誰かのために頑張れるのって優しいってことなんじゃないかな。そんなわけ。それにね、かわいいよ。大人ぶってブラックコーヒー買うのに結局飲めなくて砂糖とミルクいっぱい入れちゃうところとか、クレジットカードに憧れていつもスイカで支払ってるとか。あ、いや恥ずかしいからやめて。
ことがあったとき、どうするの？ね、やけ食い！やけ食い？うん、おいしいものいっぱい食べるんだ。ほら行こうよ、ナーナ。仕方ないんだから、今日だけよ。やったミオ！おかしい、部活来ないなんて。ミオ！どうしたの？ほら部活行こうよ。ねえ聞いてよ、さっきねミノルくんが大会来てくれるって言ってくれて、もう嬉しくって、絶対シート渡すんだ。ミオの言った通りだよ。善は急げってね。ミオよかったね、さくらなら絶対成功するよ。頑張って。たくやくん、なんで知ってるの？親友だから。でももういいんだ、シートのおまじないもダメだったし。じゃあ私が使ってもいいかな？え？最後の一枚を使うとずっと一緒にいられるんだっけ？一緒だよ、ずっと離れない。さくら！は巡る感情も移りゆく景色のように変わってゆく。人は成長する生き物である。さまざまなものを見て、考えて、経験して、そして成長する。成長とともに言葉も変わってゆく。恋という言葉に意味はないからこそ、どのように考えるかが恋愛の醍醐味だ。恋はつまらないというもの、恋は下心だというもの、恋は面白いというもの、恋は純粋だというものもいる。恋という言葉にどのように意味づけるかはその人次第である。そしてある人はそれを支えという。あ、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。ちょうどよかった。あの先輩、お願いがありまして。何？あの私たちマネージャー、あと5分でご飯食べなきゃいけなくて。5分？そうなんです。そこでこれを部員のみんなに配っていただけませんか？青函シート。そうなんです、みんなに配って拭いといて、拭かせてください。分かった、お願いします。失礼します。バイバイ。なんか忙しそうだな。お、たわきやじゃないですかね。あ、先生お疲れ様です。お疲れ様ですね。どうだ、ちゃんと後片付けはやってるかね？あ、もうそれはもちろんやってますよ。いやー偉いね、さすが見込んだ生徒だ、受けることがある。あ、そういえば先生、はいはい、さっきの試合お疲れ様でした。いやありがとうありがとう。もうあの子たちね、もうすんごい頑張ってくれて、もう大会の僕の教えがすごい生きて、もう見てくれ、一緒に白熱に応援しすぎちゃったせいでこんなに汗かいて。いやもうすごいですね。ナイアガラの滝じゃないですか。もう、いやまずいね、これじゃ帰ったらね、嫁さんと子供に臭い臭いって言われちゃうよ。あー、参ったね。あ、そうだ先生、そういえばさっきマネージャーの子からこれもらったんですよ。あら、青函シート。はい、よかったら使いますか？いいの？はい。あいやありがとうね。先生思いの生徒がね、いてくれると、僕もね、もう教師に就職したね、意味があるっていうかね。あれ、これって…あれ、最後の一枚みたいだな。いやね、なんか申し訳ないことしちゃったね。なんか、こんなタイミングで…まあでも、先生は先生だからね。え？いやね、私はね、もう拓也がね、すんごい頑張っているってことを
間近で見てきたから、うん、先生ね、日々ね、感動をね、していたんだよね、うん、いや、ちょっと、なんか勘違いしてませんか。いやいや、勘違いなんかしてないんだよね、うん、いや、勘違いなんかしてるんだよね。いや、してないんですよね。いや、してますよ、先生。してないんだよね。いやいやいや、してます。いや、いや、してます。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 いや、してます、先生。本日はご視聴いただき誠にありがとうございました。